わきわきわっきー、森の都のカプセリストわっきー貝山お送りしますガチャ動画。暑くなるとですね、スライム、スライミー、ミーバ、アミーバ、スライムと違ってですね、粘土みたいな感じですね、エイリアン型の容器に入っていたということで覚えてる方も多いと思いますが、そんなミーバをいろいろと紹介していきたいと思います。まずは台紙ですね。ミスターアミーバ。ね。銀爪アミーバ。色透けてますけども、ミーバーアラカルト。まあ、容器が余ればこの中に匂い玉を入れてですね、女の子アイテムにするというのが、はい、流れでございます。このようにですね、ニューフラミーバーね。目玉がついている。これもニューフラミーバー、目玉付き。まあ、本気はこちらなんですけどね。平成元年に出ました。トミーのギョロミーバー。ね。いいしますね、よしと、まずはよしと、4、光るミーバーって書いてますね、はい、これですね、はい、これローマ字でミーバーって書いてるんですけどもね、はい、これですよ、これ、はい、ね、こちらのカタカナでミーバーって書いてあるんですけど見えますかね。もう何十年も前なんで、こうやってカピカピになってますけどね。これがね、粘土みたいな感じでですね、なんかぷにょぷにょしてたんですよね。うん、ミーバーって書いてますね。ね。このミーバーがローマ字のミーバーですね。お！これすごいですよ、これ。カプセルの中に、キラキラのミーバーが強引に入っている。ねえ。これはね、夏場なんかね、干からびてね、すんごい匂いを放つんですよ、スライムと同じでね。見えます。ね。ミーバー大。ね。ちっちゃい玉でミーバー大。でかいでしょ、ミーバー大。ね。これが、ショーですから。ミーバー大。めちゃめちゃ大きい存在感。ね、嬉しかったね、これはね。ほら、もう。顔の半分ぐらいありますから、大きさ。さあ、どんどんいきますね。よいしょ。パールミーバー。ね。パールミーバーというのは、ラメ入りのミーバーですね。はい。これ、パールミーバーの台。ショーはこれ。ね。光るというよりも、これラメでね、キラ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 。いじってると手にもついてね。洗うの大変でしたけどね。青もあるし、緑もあるですね。パールミーバー。で、パールミーバー系はこの UFO ミーバーもありまして、ね、この辺の UFO はね、前も紹介したので、動画見てみてくださいね。赤もあるし、青もあるし、黄色もあるし、ね、で、UFO で赤 UFO もあるっていう、ね。ああ、これ小さいミーバーね。これはね、見てもらいましょう。どうぞ、小さいミーバーこんな感じ。ブルーの入れ物にミーバって書いてますね。ちゃんと後ろにコスモスってありますけど。通常の大きさはこれなんでね。中は入らないですけどね。これはこれで可愛いですよね、大きさね。ミーバ。はい。パールミーバ、ね。中身がなくなると、このようにミニチュアサイズでも匂い玉を入れて、さらに販売する。黄色いミーバーですけどね、もうなんかカピカピね、こんな感じでね、追い玉じゃなかったのが、消しゴムのカスみたいな匂いついてる、これもありましたね。これはすぐなくすんだよな、うん、あ、壊しちゃった。後で拾いましょう。ラストです。お、やってました。ね。アミーバ。ね。アミーバが、これ、光るアミーバってね。光るアミーバ。ね。まあ、これ箱に入ってるやつもあるんですけど、
これは他の動画で、じっくりレビューしてますんで、見つけてみてください、ね。中のものがなくなるとですね、こうなるわけですよ。ね、わかりましたね。そうすると、粒々を入れて、はい、香りの星座っていうね、なりますね、これね。香りの星座はまた、お湯をやりたいと思います。これでしょうね、アミーバ。ね、ブルーもイエローもあります。大体はピンク当たりました。ピンクか緑ね。で、どういうものかっていうと、今ね、ダイソーでもね、売ってるので、ちょっと、こちらです。ラムーンに、今から作っていきますね。入れます。入れる。美味しそうですね。これを、こう。これで15分ぐらい待つそうです。置いとこう。ダイソーのできました。うわ。うわ、あ、でも硬さこんな感じ、こんな感じ。ね、ちょっとスライムじゃないんですよ、この中の。粘土みたいなんですよ、これ。うわうわ、この部分。あ、この硬さ、これはミーバだな。スライムというよりも。ちょっと粘土っぽいんですけど、気持ち悪いですね。これ光るんで、やりますか。お光る。あ、そうそう、この辺あったりは、ブチってね。そう、これだ、ミーバ。そう、このね、固まってるのはこれですわ。だから、これがね。いや、やりたいやね。グチュー。スライムとやっぱ違うんです。ブチブチブチって切れるんですよ。ほら、ね。ちょっとミーバーとは違うんですが、これはなんだ、ミーバーランドだね。同じ素材で、スポッツのこれボールになっている。まあちょっとアミーバっていうんでね、ものが違う気がするんですけどもね、名前がアミーバなんでね、紹介したいと思います。これはね、トニーのギョロミーバじゃなくて、これね、ギョロアミーバというね、コーダで作ったアミーバ。まあ珍しいので。ご覧ください。目ん玉ついてますね。はい、今日紹介したやつですね。ドーンとミーバだらけ。ねえ。ここにもね、200円のガチャガチャでアミーバが入ってるのもありました。ね。本当に光るかやってみましょう。光りますね、結構ね。宇宙人みたいな形してるからなおさらですね、これね。ほら。闇夜に光る。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、そしてガチャガチャのリクエストもお待ちしてます。それではまたねー。